はい、交通の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります。はい、こちらね、紙に包まれていますんで、こちらをちょっと外したいと思います。はい、出ました。こちら、シュタインズゲートからマキセ・クリス。はい、こちらがね、出ました。これね、私待ちに待ちましたね。いやこれねめっちゃね良さげだったんで思わず予約しちゃいましたね。いやシュタインズゲート自体がめちゃくちゃ好きな作品で、うん、ほぼほぼゲームとかアニメ、うん、やったり見たり、うん、しましたね。それのねヒロインのマキセ・クリスちょっとジオラマチックなフィギュアとなってね登場しました。はいこちらグッドスマイルカンパニーから出てますね。とりあえずねこの状態で、まあ、箱の外観をちょっと見ていただきたいと思います。はいとりあえず回転させてみましたがね箱がまあ結構ねデザイン性があってこの箱の状態でもいい感じに飾れそうです。はいじゃあとりあえず多分ブリスターに入ってると思いますんでねちょっとそのブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、ということでねブリスターの状態も回転させてみてもらいましたがもうね緩衝材がいっぱいあるね、うん、いっぱいかましてある。いやまあそんぐらいね厳重にしてもらった方がいいと思いますけれどもね。はいでは早速ブリスターからも取り出してみましょうか。はいとりあえずねブリスターから取り出しました。じゃあジオラマの部分なんですが、はい、こちらです。はい、これねスポンジとかねすっごいかましてあるんですよ。こうねこれは結構うわすごいななんか壊れそう。以上かな。以上ですね。はいとこんな感じですよ。めちゃくちゃすごくないですかこの大差。もうジオラマだけどねもう昔のねパソコンとかねそういうモニターとかあとこれね作中でキーアイテムのね電子レンジ、でここにね、携帯電話すごいな。でここにね、メタルウーパーくんすっごい細か。ウーパくんの出来もすごいな。でこの液晶もねほんとねめっちゃ反射するほどすごい照り返しがあってすごいな。でとにかくコード類がめちゃくちゃすごい。本当にねもうね物々しいっていうかね情報量の塊だこれ。コンセントとかもねすっごい細かく再現されてますね。でここにねこれもね特徴的で数字がねちゃんと入ってるんですよね。分かりづらいんですけれどもね、数字も入ってます。ここからはね情報量が多いんでね公式の解説を見ながら説明をしていきたいと思います。解説を読ませていただくと想定科学アドベンチャーシュタインズゲートよりマキセ・クリスが7分の1スケールでフィギュア化キャラクターデザインを手掛けたイラストレーターフケシのイラストをモチーフに立体化いたしました。新小世界を具現化したかのように幾重にも折り重なるレトロ PC や未来ガジェットは精密な造形とウォッシング塗装によりラボの空気感を演出。それらに囲まれるクリスは創新美麗でサイエンティフィックないでたちに仕上げました。不敵に笑うクリスティーナをぜひお手元でご堪能くださいと、そんな風に書かれています。まあね、まだマキセクリスを飾ってないんですけれども、そんな感じですね。だから何て言うんですかね、新小世界を具現化したかのように、要は心の中のね、そういうイメージ具現化したかのようにそのまま読んだことをそのまま言ってるだけなんですけれどもね作品を象徴するかのようなものがもうこのジオラマに込められていると、そういったことですよね。それでここにね、この作品のキーアイテムなるこちらが IBM5100 ですね、この IBM5100 これをね起点にストーリーが始まるっていう感じなんで、これもあるしね、フロッピーディスクとかもありますね。コンセントとかね、ほんとめっちゃリアル、すっごい作り込まれてるね。何なんだこれは、もうねアートですよ、アート。このね台座自体はそこまで重くはないですね、そこまでの重量はない感じということで、次はねマキセクリス本体見ていきたいと思います。これも緩衝材が巻かれているんで、とりあえずここにねスポンジがかましてあります。でこれは上と下でパーツが違うのかな、挟まってるだけかな、これ取れんのかな。緩衝材は普通にこれ胴体が分割できますね。こんな感じですね。マキセクリス、いやーこれはすごいな。一回ねちょっと美少女フィギュアの方のレビューで紹介しようかと思ったんですが、むしろね肌面積とかもほぼないし、こっちでもいいだろうということでこちらで紹介させていただきましたけれども、マキセクリス自体もね再現度高いな。アニメっていうより原作よりのいでたちだよね、いやこれもよくできてるな。7分の1スケールなんでね、そこまで大きくもないんですけれども、塗装が綺麗にされてますね。陰影がはっきりとしてるし、グラデーションもあるし、シャドウも吹かれてるし、完璧ですね。作品好きにはたまらないフィギュアだね。とりあえずねこれを組み合わせてみたいと思います。ではね取り付けを終えましたので見ていきましょう。こちらババンとね、いやすっげえ完璧だこれ。シュタインズゲートの世界観をねほんと見事に再現した感じ。是非ね岡部倫太郎も作ってほしいね、そうすれば並べて飾れるんですけれどもね、いやこれはいい。とにかくねこれはねジオラマの造形が素晴らしい。細かいなんてもんじゃないよね。ファンならずともこのフィギュアきっかけでね、作品に触れて見てもらうっていうのもねいいかもしれないです。じゃあとりあえずね背景を変えて回転させてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。